はい、皆様どうも、マフロです。それではモンスターが現れた、やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ね、ここですね、ささやきの森、こちらねボスにねやられちゃいましたね。はい、なのでリベンジ行ってみたいと思います。途中まで29回までやっておきました。その続きからになります。はい、そして前回ね、魔法タイプですとかなりきつそうな感じだったんで、今回物理タイプ、これダイヤでもらえる、ダイヤと交換でもらえるやつです。はい、完全に物理タイプだと思われます。はい、それではボス行ってみましょうか。あ、回復もないんか。回復しとこうかってないわ。あるわ。もういいや、行っちゃおう。さあ、こやつですね。さあ、物理で行く前に祝福つく。効果だけ使っとこうかな。2は使えるね。効果を使っとこう。で、どれから倒そうかね。どれも一緒か。とりあえずこれ拾う。前回の前回の遺産で、周りのキノコをやっつけるか。どれやっても一緒そうだから、こやつ一発で無理だった。で、まあ、この、おお、やべえな、攻撃強すぎんだろう。おい、効果この人で倒した方がいいのか。あー、いたいたいたい。豆の木さんにお願いしとこう。痛い。ええ、これやべえやん。回復、毒がひどいのか、これ。とりあえず効果し、いった。自利品だな、おい。豆の木さんに頑張ってもらうしかねえ。物理でもかなりきついね、こやつ。ああ、もう使えない、豆の木使えない。必殺技、あ、勝手に死んだ。いやー、毒はきついねこれ。なってんのか、なんか色変わってんの、これは。まあいいか。はい、なんとか自利品で倒せました。お、銀融詩人だって。トレジャーソング、アビリティは、おお、
全ガンボル初期検索ポイントプラス80って大きいね、仲間になってると。はい、それではボス倒せたんで出てみます。いやー、かなり自利品でしたっけ、ギリギリでしたけどね。ほい、これで次のとこ行けるのかな。聖者の塔開けれんのこれ。いやー足りねえしDP 不足です。無限ダンジョンとかやらなきゃダメだってことですね。はい、それはまたやっとくとして、飛空艇がね、直すことができました。お金が貯まってダイヤでガンボル変えたから。はい、そうなるとこういう風な画面になっていろいろできるようになります。これ探索して敵がいる島を襲撃みたいな、でアイテムを強奪して強くしていくみたいな。そんな感じですね。古い塔だな。これもね、時間で回復するようです、行動力が。またいつものダンジョンとは違った感じで、これはなかなか強くなっていく感じが楽しいかもしれません。埋葬してやろう。あとここでねダンジョンを見つけることもできますし、ちょっとしたクイズとかもあるみたいです。間違えておっしゃった。で陣営とかがありましてね、これ種類があるんですよね、仲間たちには。こういう風にカナスのケージ、オルベの歯、これによって陣営が選べて、編成もこういう風に増やしたりできるようです。これはね補助こういうのも手に入れて強くしたりできるようですね。はい、自分はダイヤでね、もらった人たちが強いので入れております。あ、カナスでやっております。見れないやな。もうちょっとカナスを集めたらいい感じになるのかな。はい、それでは次ができないんでね、今回短くなっちゃいましたけども、ここで終わっとこうかな。これ何もらえるの？ギフト。なんかもらえた。あ、一応、ガチャっぽいのもありますからね。説明したっけ？これ。ツボ。レアアイテムが出る可能性があります。で、これで欲しいのを募集できるのかな。破片を集めたら仲間になるのかな。まだ集めてないから何とも言えないけど、これだと破片10個持ってる。カナスの仲間欲しいな。まだまだ足りないけど。はい、っていうことで今回はここで終わっといて、次回はね、無限やってみましょうか。冒険者の森、無限モード。ここね、やれるだけやってみましょうかね。どうせ次行けないから。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。